はい、こんにちは。2020年4月14日、昨日の雨が山では雪になったので見てみましょう。まずこれは五輪山ですね。手前はリンゴ畑です。この今正面の奥にあるのはスキー場で、また新たに雪降ったのでスキーできそうですね。この真っ白けなのは朝日山に通じる山ですね。この先、この谷間を縫って横手山に通じます。こちらが棒寺山。だいぶ積もってます。こっから先は志賀高原よりだいぶ下ってるとこなんですが、山はこんな風に白くなってます。はい、ありがとうございました。